ドラセギタ、しっかりしろドラセ。ごめんギタ、油断しちゃった。喋るな。ごめん、私今日謝ってばっかだね。喋んなって。言わせて。私ギタがいたからここまで来れたよ。本当にありがとね。頼むからもう喋るな。ごめんね、最後までそばについてあげられなくて。大好きだよ、キッタ。おい、冗談だろ。ドロシー、ドロシー。別れは済んだか。だったら次は感動の再会だ。お前、よう、銀太。なあ銀太、お前もこっちに来いよ。親子で世界を浄化しようぜ。黙ってろ。何？銀太、今ドロシーとお別れをしているんだ。この世界に来た時、初めに知り合ったのがお前だった。そしてこの世界の厳しさを教えてくれたのも、いつでもそばにいてくれた。いつの間にかそばにいるのが当たり前だと思っていた。お互いに喧嘩ばっかして、お前がかけがえのない大事な存在だってこと気づいてなかった。ごめんな。だってドロス。何を言っている銀太。赤の他人の魔女に向かって。父さんならここにいるぞ。お前が親父。ああ、見てみろよ、どこをどう見ても。なんだ、攻撃のつもりか。やだな親父、キャッチボールだよ。ああ、母ちゃんがブチ切れた時、ご機嫌が収まるまで近くの河原でやったじゃないか。何を言い出すんじゃ銀太。親父は勝手なやつだった。夢ばっか追っかけて、おかげで家計は火の車。母ちゃんあんな風にして大変だったんだ。家庭の事情はわかるが、今はメルヘブンの存亡がかかって。黙っててくれバッポ。はい。でも俺も母ちゃんもそんな親父が大好きだった。お前が親父だって。ふざけんな。親父の格好してるとか魔女だとかは関係ねえ。そいつが父親であるか母親であるか決めるのは心だ。いくらおめえが親父の皮かぶってても、ここに何にも響いてくるもんがねえんだよ。ワクワクしねえんだよ。メルヘブンで俺といつも心と心のキャッチボールをしていたのはお前じゃない、バッポだ。キント。とっくにお見通しってやつか。我はバッボの中にいた。しかし6年前のあの日、我は器を変えたのだ。この姿の方が何かと便利でな。人間を皆殺しにし、我の思うような世界を作るためにはな。
確かにお前の親父さんの意識はもうこの中にはない。でもな、この肉体は親父さんのものだ。ほらな、頭で否定しても体は反応しやがる。この肉体はお前とつながってる。お前は親父を傷つけることなんてできないんだ。ガーディアン・フェニックス。銀太、しっかりしろ。親父の声。おめえの言う通りだ。おめえの心をしっかりと受け止めてたのはこの俺だ。まさか。人の形なんかに何の意味がある。本当に価値があるのは形には見えなくてもその中で燃えてる魂だぜ。親父、カルデアの長老が言ってたもう一つの意識って親父だったのか。おいよ、俺は嬉しかったぜ。おめえの中に俺が今でも生き生きと生きているのを知ってよ。俺は死んでもいいと。いや、今でも死んでるが、とにかく一回死んだんだ。遠慮せずにやってくれよ。そうだよな、家庭の事情はここまでだ。アルビス、ナナシー、アルビス、スモー、殺せ。みんなに恥ずかしいぜ。とっくに覚悟は決まってるつもりだったのによ。バンボバージョン1敵の大ボスか。あっけなく終わっちまったな。いや、まだだ。ここまでか。そろそろお前の魔力をいただくとしよう。魔力？ああ、それがもう一つの世界との間に大きな亀裂を作る。その時こそ我が二つの世界の支配者として君臨する。みんなの魔力を、そんなことのために。お前の魔力がお前の育ってきた世界を不幸に陥れる。大好きな母ちゃんも瓦礫の下に潰してくれよ。ティアマト！ガツオが丸焼けになったにゃ。次が来たら防ぎきれないにゃ。ガーゴイルレイには、サッポバージョン3ガーゴイル。Thank you.
銀太、早くオーブを追うんだ。いや、その前にやんなきゃならないことがある。何？親父、あんたの魂をバッポから元の体に戻す。しかし、俺もう死んじまってるし。いや、バッポの力を使えば。え？あれか？やめろ！たとえあれしか方法がないとしても、やっぱ恥ずかしいぜ！バッポ、バージョン4！ アリス！世界を守ろうとする。この世界が好きだからだ。そしてこの世界に生きるみんなが大好きだからだ。悪いか？悪い？何？なぜなら我がメルヘブンに現れたのはお前たちの世界の人間のせいだからだ。クイーンから聞いたはずだ。世界を旅し人間たちの本性を見たこと。あれは我が見せた世界。しかし忌まわしきほどに平和だったかつてのメルヘブンにそんな世界があるはずもない。どういうことだ？クイーンに見せた破壊と苦しみと邪悪に満ちたあの世界はお前たちが育ったもう一つの世界。自然破壊、飢餓、戦争、お前たちの世界の人間の邪悪なる心により生み出されし存在。俺たちの世界。人間の邪悪さはお前たちの世界から溢れ出し次元に歪みを作り、このメルヘブンまでも染み出してきたのだ。まさか、お前は。そう、我はお前たちの世界の人間の邪悪なる心により生み出されし存在。カルデアの長老たちは次元の歪みから染み出した邪悪な心を一箇所に封印した。皮肉にも一つに集められた邪悪は意識を持ち我となったのだ。お前の故郷はまた我の故郷でもある。何？従って我が二つの世界を支配するのはまた我の運命でもある。我の完成形の姿を見るがよい。この醜い姿が人間の心の本性。そんな、確かに人間は自然を壊し子供たちを飢えさせ戦争をやめない。でもその本性はそんなに醜いもんじゃねえ。それはどうかも。我は今旅立つ我の故郷へ。
じるっす。ものすごい魔力を。まさか銀太負けちゃったの？これは胸騒ぎが当たったんじゃなきゃいいけど。銀太、私の町が危ない。行けるか、パポ。いちいち聞くな。行けなくても行かなきゃならない時もあるんだ。ああ。都よ、戻ってきたぞ、我が故郷に。何？見るかい？人間どもがアリのように群がっている。この小さな生き物どもはその心に邪悪な思いを宿している。やがて奴らは世界を破壊し破滅に導くだろう。その前に人間を根絶やしにし故郷を守らんとすることがなぜ悪い。この世界はお前のもんじゃない。俺の、そしてみんなの故郷だ。お前の好きにさせてたまるか。邪悪な気が満ちてくる。この世界には邪悪が満ちている。自分の手で全てを破壊する。人間を滅亡させるしか救いの道はない。黙れ、これで最後だ。何？ここは我が故郷。メルヘブンとは違う。地上には邪悪なるものが満ちている。その邪悪がある限りあれは無限に復活することができるのだ。滅びよ銀太、愚かなる人間よ。俺はまだ信じてる。俺たち人間を、人間には善良な心。あなたは私の銀太に私の魂を。でも私はあなたの中で生きているから。すごい、ガーゴイルの魔力が衰えているぞ。もはや限界か。お前も仲間と同じように消えるのだ。スノー、銀太のために一緒に祈ろう。何？これは銀太、頑張れ。7個目のマジックストーンの力。
様たちをよみがえらせてくれ。みんなの力を俺に貸してほしいんだ。ギンタ、オイラの魔力も強いんだ。ギンタ、ギンタ、アラン、ラナシー、アルビス、ドロシー、シックスセンスで感じるぜ、みんなを。なんだ、なんなんだこの光は。消え失せろ。行くぜ、マンボ。光が、みんな。